コミュニケーションで結構そのお酒の美味しさって変わると思う。すごい忘れられない言葉があって、上手か下手かなんて関係ないでしょ。日本酒と千葉まりえです。西麻布のユリイカというお店でオーナーしております日本酒ソムリエです。本日はよろしくお願いします。さてこの番組日本酒とは私千葉まりえが毎回ゲストをお迎えして日本酒をゆっくり楽しんでいただきながらいろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のテーマは日本酒とラジオパーソナリティ。ゲストにお迎えするのはラジオパーソナリティの伊門宗行さんです。伊門さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私は以前伊門さんがラジオパーソナリティされている番組に、お邪魔して、ゆっくり一緒にお話しさせていただきました。それがちょうど最先端の日本酒ペアリングっていうテーマだったので2019年の夏ぐらいですね。その後伊門さんもお店に来ていただいて、たくさん日本酒を飲んでいただいて、そんな伊門さんと、今日お話しするテーマでですね、日本酒とコミュニケーションということで、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。入江さんが回しだもんね。すみません、本当にごめんなさい。日本酒と大丈夫でした？いやいや全然問題ないですし、もうだって今もうまりえさん世界中飛び回っていろいろお忙しくされてるの私も見てますから、インスタグラムで。本当ですか？食べ物ばっかり。食べ物ばっかりで。からラーメン。でもそういうなんかああいう美味しいもの食べると。ユリイカでもやっぱり反映されるわけですよね。そうですね。やっぱり海外でしかない、例えばこうスパイスだったりとか、まあ料理の技法だったりをもうこれもう持って帰ってきて、まあシェフにこういうのでやりたいよって言って、それを日本酒と合わせるっていうのが。いや僕もだから、もうそれこそ前のお店からもそうですけど、全部お任せなので。そうですよね。一応写真は撮ってるんですけど。撮ってるんだ。一応写真撮ってるんだけど、店出て次の日冷静に見たら俺何杯飲んでんだろうみたいな。確かに。でもそれぐらいね、なんだろうな、ペアリングの妙みたいなのって、やっぱり僕まりえさんのお店で知ったし、すごいポテンシャルですねと思いました。いや嬉しいです。前あれですもんね、最初ハムカツとどぶろくがお気に入りでしたもんね。ジェムの時からね。はい。僕はそのお店に来て初めて聞いたのが、ブルーチーズのハムカツのソースだと思ってどぶろくを飲んでくれっていう、なんて素敵な表現をするんだろうって、あれは本当思いました。ソースって言ってましたもんね。上ってなってなんでってなるんだけど、でもやっぱり一口食べてみて食って飲んだ時のやっぱりその、あ、言ってたのってこういうことかっていう、あれはだから味わった方にしかきっとわからないのかもしれないけれど、花火咲きますね。花火そうということで、花火のお酒がね、ございます。乾杯しましょう。乾杯しましょうよ。ぜひぜひ。はい、じゃあ花火ということでですね。はい。それこそ花火を打ち上げるお酒っていうのがすごい可愛いですね。しかもこれ風の森さん、奈良のお酒。ちょっとガス感がいい音すんな。乾杯しましょう。こちらで、やった。こちらがですね、今年の花火のお酒。今年。はい。で今日は特別に去年のお酒も。あ、それも。はい。一年違いですね。同じ花火。去年の花火のお酒。あ、またそのラベルの色が違うんですね、はい。ちょっと熟成感がこっちの方がありますね。飲み比べで。嬉しくなっちゃいますね。ね。うん。じゃあどっちから行ったらいいですかね。最初じゃあフレッシュな今年の方から行きましょうか。わかりました。はい。じゃあ日本酒で乾杯。はい。日本酒で乾杯。いただきます。あ、いいよ。うん。いい香り。いい香りだ。うまいね。ああ、すごいっすね。ピチピチいってて適度に酸があって。でもなんかちゃんと華やかさもあるし、キレもあるし、これはうまいな。夏にぴったりだね。最高ですね。そうなんですよ。ここのお酒はお水に特徴があって、日本のお水って大体軟水なんですね、ほとんど。柔らかいんですけど、ここはもう超硬水。かなり硬いです。通常のその高度でいくと。軟水の3倍ぐらい。そんなに違うんですか。で超硬水のそういうお水を使うとミネラルがたくさんあるので、お酒になった時に炭酸ガスが残るんですね、アルコールで。炭酸ガス残るってことは、こういう口に入れた時にちょっとピチピチピチっていう本当花火みたいなガス感が残るっていうのが特徴。それを花火と名付けたのなんてロマンチックな。本当でもあれですね、水と米と、米麹と、本当になんかシンプルだけど場所によって全然違うし、っていうのがやっぱ日本酒の面白いところで、この去年の花火も行きましょう。行ってみましょう。飲み比べで、これが2023年、これが2022年。香りがね、まず違うんです。あ、全然違う。こなれたナッツ感というかね。あ、美味しい。なんかうまいね。つまみ欲しくないですか？つまみ欲しいですね。完全に。1年経ってこれだけ変わってくるんですね。なんかよりフルーティーさは増してくるし、だけどそのまりえさんがおっしゃるこなれ感っていうのもあるので、食中酒としてすごくいい。そうですよね。特に生酒なので、生酒でこれをちょっと−5度でじっくり寝かせてるんですけど。最高ですね。ね、まりえさん今お店にどれぐらいラインナップあるの？種類としては300ぐらいあります。はい。酒蔵さんの数は少ないんですよ。30蔵ぐらい、20〜30蔵ぐらいで絞って、でその1蔵の中で例えば風の森さんだったら20種類ぐらいあるみたいな感じです。同じスペックの例えば1年熟成、2年熟成があったりとか、本当に自分が足を運んで、なんなら冬のお酒作りもお手伝いしたりとかして、本当にこう顔が見える蔵とお付き合いしてやってるっていう、密にやってるって感じですね。今回でもあれでしょ、ラジオパーソナリティとなんでしょう。あ、そうです。ラジオパーソナリティとって言われてもね。でもコミュニケーションで結構そのお酒の美味しさって変わると思っていて、その同じお酒を同じグラスで出すにしても、まあもちろん誰が出すっていうのもあるんですけど、その人が一言添える言葉で結構変わらないですか。いや、変わりますよ。だってそこに知識が入ってくるから、その知識って結局その自分の中で味わいを想像を膨らませて楽しむじゃないですか。そこの想像の助けになるので、より美味しくなるんですよね。そうですね。なる気がするっていうか。私も例えば日本酒だったら、他の店行くじゃないですか。で味は分かるじゃないですか。もうだってその知識を逆に言われなくても、なんですけど、知識ももちろん嬉しいんだけど、その人がすごい愛情を持って進めてくれるものって。お酒に限らずともなんかすごい嬉しいなと思ってて、そのでも加減ってすごい難しいじゃないですか。なんかすっごい自分のことばっか喋られて、おお来たってなると、あ、もう大丈夫だなとか思いつつ、その加減みたいなやつってやっぱりこれね、難しいと思うんですよ。でも難しいけど、僕すごい忘れられない言葉があって、BEGIN の比嘉さん、比嘉栄翔さんが、栄翔さんにてか BEGIN の皆さんに、僕一期一会っていう楽器が BEGIN が作った楽器があって、それで三線の花を習うっていう会があったんですよ。でそれ習ってて、で下手くそだけどそれを弾いて BEGIN さんの前で歌うっていうのがあったんですけど、ええじゃん、やばやばいじゃん、やばで、まあまあ頑張ってちょっと歌ったんですよ。で歌って、いやでも全然ダメだったなと思いながら、そしたら栄翔さんが「いやでもね」って、結婚式の余興で新郎新婦の友人が一生懸命歌った歌が上手か下手かなんて関係ないでしょって言われて、だからその人が本当にいいと思ったものをその気持ちの熱量で伝えた時に、それは間違いはないんだよねっていうのは、なんかそれは本当にそうなんだなと思って、正しいことよりそうそうね、その人の熱量っていうか、やりたいですよね。そうだから全然いいんじゃないですかね。ではユリイカのシグネチャーです。はい。これはウフマヨですね。ウフマヨハート。ウフマヨハート。ウフマヨってもともとフランスの伝統料理なんですけど、卵をマヨネーズでまとわせた料理なんですね。でそれをちょっとこう黒くしました。黒くしましたね。黒くしているのは何で黒くなってるんですか？これはですね、マヨネーズの中にイカスミと、あと黒ニンニク。でちょっとこう旨味をつけてまして、中の卵はスモークしてます。こちらに合わせていただくお酒がですね、こちらです。これは岩手県ですね、私の生まれ故郷の遠野市。岩手県の遠野のどぶろく前ハムカツで飲んでいただいたと思うんですけど、そこと同じ蔵ですねが作ってる、まあ、これ日本酒ってよりその他の醸造酒っていうカテゴリーなんですけど、米麹、あと米ぬかも使って絞ったお酒です。でこれは米ぬかを一回藁でいぶしてっていう、ちょっとね難しいから飲んでいただいた方がもう色味がさ、ほうじ茶じゃないですか。そうなんですよ。でこのふまよとのペアリングでこれってことなんですよね。はい、そうです。でもまあこれからちょっと最初にこれちょっとね行ってみていいですか。結構驚き。おおすごい香りが、なんだろうこの、いただきます。なんかいろんな味しません？いろんな味がする。その、甘さもあれば酸っぱさもあるし。あとそれこそスモーキーな感じもあるし、キノコっぽさもあるし、あ、確かにマッシュルームとかさあるね。これすごいね。これだけでもでもすごく美味しい。はい。けれどもこのうぶまよちゃんをちょっといいですか。はい。あららら割ってみての。わあ割ってみての。でね。じゃあこれを食べて、ペアリングですからね。はい、ペアリングのコツは食べ物を食べて、お酒を追いかけて口の中でお料理が完成するっていう。はい。甲冑調味。はい。甲冑調味です。まあ。うわー、チョコレート感も出るんだね。あ、そうですそうです。すんごいなこれ。これはすごいな。なんか美味しいはものすごく美味しいがある前提としてあるけれど、その先だよね。なんかすごいながあるからユリイカ楽しいんだろうね。覚醒って意味なんでユリイカ。覚醒だ。っていう。でもマリアさんこういうのを。多分みんなに聞かれると思うんですけど、どういうところから着想を得るんですか？だからいろんなパターンがあって、これとかはこうパッてびっくりしてほしいなと思うんですね。でもペアリングで全部びっくり系だと疲れますよね。だからちょっとまたびっくりしてるもん。ちょっと緩やかに落としたいペアリングとかっていうのは、例えばライブとかなんか。そういう落語とかの起承転結じゃないけど、なんかそういう組み合わせだったりとかで学んだりとか、絵とかも穏やかな気持ちになる絵があったりとか、なんか頭がこうバグるような絵があった時は、あ、こういう絵みたいなペアリングをしたいなと思って料理考えたりとかします。すごいですね。感性だね本当に。感覚、一応でも科学で売ってるんですけど。そうですよね。はい。だからきっとその2個は裏付けがあって、でもじゃあそれをどういうふうに昇華させていくかみたいなところの手助けがアートだったり音楽だったりっていうことなんでしょうね。はい、そうですね。すごいね。次回もイモンさんをゲストにお迎えしてお話を伺いたいと思います。お楽しみに。